トゥグルク朝、またはトゥグルクシャーヒー朝は、デリースルターン朝の3番目の王朝であるトルコ系のイスラーム王朝。首都はデリー。北インド、デカン、南インドを支配した。トゥグルク朝はインドにおけるイスラーム王朝の統治を固めるために様々な政策を実施した。アラウディン・ハルジーの死後、ハルジー朝は後継者争いの混乱の末に、 1320年に、ギアース・ディーン・トゥグルクに率いられた軍によって倒され、新王朝であるトゥグルク朝が建てられた。ギアース・ディーン・トゥグルクは、従来のデリー市街とは別に新たに、トゥグルカーバードという新区域の建設を行い、デリーの発展に努めた。1323年には、息子、ウルグハーンをデカン、南インドに遠征させ、カーカティーヤ・アサとパンディア・アサを滅ぼし、 ホイサラアサを再復従させ、ほぼ、インド全域を獲得して、デリー・スルターン超最大の半島を獲得した。1325年に、ギアース・ディーン・トゥグルクは、ベンガル遠征からデリーに帰還した際に、息子、ウルグハーンの命により、父のスルターンの勝利の、歓迎のために建てられた建物の倒壊によって、死亡した。そのため息子による、 暗殺説やデリーの巧妙な聖者シャイフを処罰しようとしたために呪いで死んだのだなどという噂が立てられた。息子のムハンマド・ビントゥグルクが王位を継ぐと王子時代に獲得した広大な半島支配下に置くべく1327年に東デカン高原のデーバギリに移しダウラ・ターバードと改名しスーフィー聖者たちや高官や武将たちに移動するよう命じた。 だが、デカン地方のヒンドゥー教徒はこれを歓迎せず、一方で内部からの反対が根強く、1334年に、デリーに戸を戻さざるを得なかった。しかし、デリーからダウラターバードを結ぶ、道路網が整備されたおかげで、南インドと北インドの文化的、経済的交流が促進された。また、ムハンマド・ビン・トグルクは、その広大な半島の維持に努めたが、 それには多大な費用がかかり、財政を悪化させてしまう。その解決策の一つとして、一単価銀貨に対し同価値の制度を通貨を発行し、これを代用貨幣にしようと試みたが、偽造を防ぐことができず、廃止を余儀なくされた。ムハンマド・ビン・トゥグルクの内政施策の特徴的なものは、前述の通貨改革の他に、農業政策が挙げられる。 まず、北インドのガンガー・ヤムナー川流域、ゲンウッタル・プラデーシュ地方で、地層の適正化と軽減を試みたことが挙げられる。その原因については、管理たちが無能か、不慣れか、政府の取り分が過大な査定だったなど積算が恣意的であったなどという説がある。これを解決するために、リーワーネ・アミール・コーヒーという農業生産の拡大を、図る館長を各地に置き、 工作に従事する者に対し、定理で金を貸し付けて、小麦、砂糖きび、ブドウ、ナツ夏目シの栽培を進行する政策を実施したが、選ばれた工作者たちが、経験不足だったために失敗した。このような改革で、人々の不満は高まり、1334年に、南インドのマドゥライで、地方長官。 ジャラール・ディーン・アフサーン・シャーが独立して、マドライ・スルターン・アサを樹立したのを契機に、次々と王朝が樹立されていった。1336年にハリー・ハラとブッカが独立して、南インドで、ビジャヤ・ナガル王国を、1342年には、ベンガルの地方長官が独立し、ベンガル・スルターン・アサを、1347年には、デカンのグルバルガで、 アフガン人傭兵出身の地方長官、アラアウッディーンハサンが独立して、バフマニー長を建てるに及んで、ベンガル地方、デカン地方から、南インドの半島を失うことになった。晩年には、インド北西部の各地で反乱が勃発し、ムハンマド・ビントグルクは、その反乱討伐中に死んだ。1351年に即位した、ムハンマド・ビントグルクの重邸、フィールーズ。 シャートグルクは衰退した王朝を回復すべく、積極的な内政改革に取り組んだ。まず、貴族の反乱を抑えるために官職と領地の世襲化を容認した。さらに残酷な体に対する刑罰の廃止、失業者に対する職業補導などにいずれも成功を収め、離反していた人心を取り戻した。また、新しい都市、モスクや、考え施設を建設するなど、 内政面で大きな功績を挙げた結果、衰退したトゥグルク朝は王子の勢いを取り戻したのであった。だが、フィールーズ・シャーのベンガルス・スルターナッサーへの二度の対外遠征はほとんど失敗に終わってしまった。また、バフマニー朝の独立を黙認せざるを得なかった。1388年にフィールーズが死去すると、後継者に凡庸な人物が続いたことと、 フィールーズの時代に貴族に対して特権を認めた結果、かえって王朝内部で貴族が増長した。1394年には王朝内で内紛が起こり、地方長官がガンジス川中流域で独立して、ジャウンプルスルターナサが成立し、王朝はまたもや衰退してしまう。しかも1398年末には、ティムールのインド北部侵攻を受けて壊滅的な打撃を、 受けた。王権が衰退した結果、地方長官が独立を強めて、1401年に、マールワー・スルター・ナサが、1407年に、グジャラートスルター・ナサを起こして独立した。王家は1413年に、ナーシル・ディーン・マフムード・シャーが死去することで断絶した。その後、宮廷を制して、権力を握ったのは、重心のダウラとハーン・ローディであるが、 1414 14年にティムール配下であったヒズルハーンによって完全に滅ぼされてしまった。そしてサイード朝が成立した。トゥグルク朝は外来のイスラーム王朝が本格的なインド統治を行うために様々な政策を実施した。イスラーム中心地帯から人材を集めた。彼ら外国人はイズイヤ、エジーズ、エイ、イザ、イジアと呼ばれた。 イブンバトトータも、イスラーム先進地域出身人材として、法官として、約8年間トゥグルク朝に仕えている。第2代スルターンムハンマドは、エジプトのマムルーク朝に施設を派遣し、マムルーク朝の庇後下にあったカリフから、カリフの代理として、インドを統治する、新任状を取得し、統治の権威づけを試みている。ありがとうございます。